よし、今は曇ってますが今日も夏日だそうです。急ぎます。はい、格屋根ですね。はみずが結構ついてますね。転送サイド開けといて正解ですね。収穫します。フィニッシュですね。5コンテナ目、急いで詰めます。今日も11です。 M が4つできましたね。伸びました。はい、皆様の愛に包まれて育まれ3年目、いつまで続ける赤字系ラビリンス、頭丸めて3年目、風呂ではもちろんノーリンス石鹸のみ、トロロピシニオです。本日も頑張ってまいりましょう。はじめましての方は、はじめましてシャッター2号と申します。今後ともご視聴よろしくお願い申し上げます。そして前を見て、それでは映るタルトに作ってもから本当にトリトリガスですです。そしてですね、このシャト農園自慢のシャト動画の3つのオリジナルシーンあります。考えてみてください。はい、1つ目はですね、まず服を脱ぎ捨てるスローモーションになるシーンですね。あれがまず一つ。二つ目は今これですね。はい、まあ一回、まあ最近始まったことなんですけど、話をしてコメントを返す。で三つ目、ピオのトークからの格言。三つもシャドノエンオリジナルが含まれております。そしてこの三つのポイントがドンピシャに心にはまってしまった方はもう抜け出せませんね。多分中毒性があります。気になって毎日見てしまいます。はい、決してパケット代とかも気にせずにですね、目の下にクマができようが多分見てしまう。私も動画編集して3回ぐらいは見返してるんで、さすがに3回見返すともう二度と見たくなりなくなりますけど、はい、1回は必ず見たくなると。はい、コメントいただきました。すいません、長くなってしまいますんで、電池も切れちゃいますんで。はい、シロウくんさんですね。あと徳幸さん、違う、のりゆきさん、はい、もう大変申し訳ございません。のりゆきさんですね。そう、あの子ぬかはもう巻く時期ですね。はい、すいません、ありがとうございます。今まではですね、お気楽じゃんとか入れてたので結構ハイカビ金額抑えられてたんですけど、もう暖房機動きませんので買ってきます。はい、
この回ありがとうございます。それからシロくんさん、はい、そうか、いやでもこれ嬉しいですね。手本にしている人はシャタさん、本当に嘘でも嬉しいです。本当にそう言っていただけるともうそれだけで今日は頑張れますね。はい、ありがとうございます、はい、そしてシロくんさん、今年の作付け面積は 70R、はい、もう間もなく1ヘクタールですね、はい、そういうことで、あとリメンバーハート1さん、コメントまた暑い時間帯の約算はベトの原因になりますよ、はい、申し訳ございません。もうあそこで巻くしかなくてですね、本当はもうちょっと収穫終わら早く終わらせて9時ぐらいまでに終わらせるとか、その日は朝取り出さずにもう来たら約算しちゃうとかやればいいんでしょうけどね、はい、いろいろやり方あると思って、あ、ちょっと長くなってみましょうですね、こいつぶっかぶってまいりましょう。最初はピヨピヨじゃんけんグーじゃあらしかし、ピオさん硬そうは違う、こっちだ。ピオさん、おい、キュウリでよ、花たれキュウリ、ほらピオさん、なんで鼻取るって、ほら鼻水されてるみたいじゃん、ピオさん、あれも面白いな、キュウリっていうのはこんな形になる、あっ、はい、6時間出してやっと通路に滲んできましたね。これ明日も6時間冠水ですね。また水位が結構下がってます。中だったぞ、私は。さて、俺は5月病かもしれねえの。ちょっと気持ちが鬱だな。ピアさん、まだ4月になったばっかりで。おお、最初は俺、俺、あっち向いて、上、じゃ、まただ。強さを信じて。